動画をご覧いただきありがとうございます。今回は摂食障害が楽になる2つのポイントと題してお伝えをしていきます。まず摂食障害とは、食事の量が極端に多くなったり少なくなったりすることで、心や体に不調を感じている状態が摂食障害という症状になります。この摂食障害が楽になる2つのポイントの1つ目が、思い込みを手放すことになります。例えば、摂食障害でですね、食事を極端に食べなくなるケースの場合はですね、ある意味、どっかでですね、無意識に太ることはいけないことだとかですね、食べ過ぎるのは良くないことだという思い込みがあることで、食事に対して抵抗が生まれてですね、あんまり食べれなくなることにつながると言えます。反対に食事を食べ過ぎてしまう場合はですね、どっかでストレスを感じる思い込みを抱えているためですね、そのストレスを何とかしようと、そのストレスの吐き口として食事を食べ過ぎてしまうことにつながっていると言えます。逆に言うと、食事に対する思い込みが手放されてですね、ストレスを感じやすい思い込みが手放されることで、摂食障害、拒食症や過食症も楽になっていくと言えます。具体的に思い込みを手放す方法としましてはですね、まずは自分が思い込みを変えていることに気づくことが大事になります。思い込みとは、普段自分と一体化しているため気づきにくい部分がありますが、思い込みに気づけるということは、思い込みと距離ができて客観的になってますからね、それが手放す準備に、思い込みを手放す準備につながっていると言えます。ですからまずはですね、自分が摂食障害が発生する思い込みを変えているから、摂食障害が発生していることに気づくことが大事になると言えます。それが思い込みが手放される第一歩になってですね、その結果、摂食障害が楽になることにつながると言えます。では、二つ目のポイントがですね、安心やリラックスを習慣にすることになります。摂食障害の方はですね、どこかで無意識に緊張や不安が習慣になっているケースが多いと言えます。緊張や不安が習慣になることで、過敏に周りのこととかですね、いろいろ反応してしまいますからね。ですから、ストレスを感じやすくなったりとかですね、周りの目を気にしてですね、食事を取らなくなってしまうことが起こったりすると言えます。逆に、緊張や不安の習慣が手放されて、安心やリラックスが習慣になっていくことで、周りの目とかですね、周りの刺激も受け流すことができるためですね、摂食障害も楽になっていくと言えます。具体的な安心やリラックスの習慣としましてはですね、例えば、緊張や不安、ストレスなどを感じたらですね、目を閉じて大きく3回深呼吸をすることです。呼吸に意識を向けることで、安心やリラックスにつながってですね、それが安心やリラックスの習慣につながると言えます。他にも、食事ですね。糖質や炭水化物を摂りすぎると神経が過敏になりますので、できる範囲で糖質や炭水化物を減らして、タンパク質を増やしていくとですね、緊張や不安が湧きにくい食事になっていくと言えます。他にも、運動ですね。運動は運が動くと書きますが、循環も良くなりますしね、ストレス解消にもつながると言えます。他には、できる範囲で安心や、少しでも安心やリラックスする考え方や捉え方をすることになります。同じ出来事が起きてもですね、強い不安を感じる人もいれば、そうでもない人がいると言えます。その違いは何かというと、その出来事に対してどういった捉え方をしているかで、全くその後の
対応とか結果も変わってきますからね。ですから普段からできる範囲でですね、少しでも安心やリラックスする考え方、捉え方をする習慣を持っておくことで、いざ何かが起きた時も必要以上にとらわれずにですね、受け流すことができるようになると言います。他にも、ぐっすりたっぷり眠ることも効果的だと言えます。人はですね、夜起きていると考え事をしてしまったりとかですね、特に夜は考えもネガティブな考えを湧きやすいですからね。ですから夜はですね、もうそろそろ寝るものだと決めてですね、布団に入って、寝てしまうことでですね、必要以上にこう悩んだり苦しむこともなくなっていくと言えます。このように、まずはですね、一つからで結構ですからね、できる範囲で、緊張や不安の習慣が手放されて、安心やリラックスが習慣になることで、摂食障害も楽になっていくと言えます。では、まとめていきますとですね、摂食障害が楽になる二つのポイントの一つ目がですね、思い込みを手放すことになります。摂食障害が発生する思い込みが手放されることで、摂食障害も楽になっていくと言えます。二つ目のポイントが、安心やリラックスを習慣にすることです。安心やリラックスが習慣になることで、周りの目とかですね、ストレスも受け流すことができるため、摂食障害も楽になっていくと言えます。またですね、この動画で語りきっていないですね、摂食障害が楽になるポイントをまとめたブログのページのリンクもですね、この動画の概要欄の方にリンク貼っております。概要欄やコメント欄の方にリンク貼っております。より深い部分から摂食障害が楽になりたいという方はですね、ブログのページもチェックいただいて、少しでも楽になるきっかけとしてご活用いただけましたら幸いです。あとですね、摂食障害も言い換えると生きづらさでもあります。生きづらさは習慣が変わることで楽になることが可能です。そういった生きづらさが楽になる習慣、言い換えると、摂食障害が楽になる習慣をまとめた本ですね。生きづらさ、卒業の教科書という本も出版しております。その本に関しても、この動画の概要欄の方にリンク貼っておりますので、習慣とか生き方を変えてでも本気で摂食障害が楽になりたい、卒業したいという方はですね、本の方も読んでいただけたらと思います。あとですね、当院では対面、直接お会いしてのカウンセリングや施術とかですね、便利で人気なオンライン、ビデオ通話、ライブメールでのカウンセリングも行っております。カウンセリングで不自然な認識や思い込みが手放されてですね、習慣が変わることで、摂食障害は楽になっていくと言えます。そんなカウンセリングや施術に関してもですね、この動画の概要欄の方にリンク貼っておりますので、本気で摂食障害が楽になりたいという方はですね、一番効果的なカウンセリングや施術の方もご活用いただけましたら幸いです。あとですね、LINE 公式アカウントの登録の方も募集しますからね。LINE 公式アカウントの方では、生きることが楽になる情報を定期的に発信しますからね。これはまあ摂食障害が楽になるポイントでもありますからね。そんな、LINE 公式アカウントの登録についてはですね、この中の概要欄の方に登録のリンクを貼っておりますので、お気軽に登録いただけたらと思います。はい。あとですね、この動画が何か少しでも参考になったとかですね、楽になったとか、安心したとかですね、希望の光が見えたとか、役に立ったという方はですね、チャンネル登録の方もお気軽によろしくお願いします。はい。じゃ最後までご覧いただきありがとうございます。ご縁に心より感謝しています。